ということで、今日も、驚きと発見と目から鱗とあれもしたいこれもしたい欲張りなチャンネル、チャンネルジオン始まります。はい、皆さんこんにちは。今日はね、ドンドンドンって感じ、かなりマニアックなカメラ買いました。はい、まあね、動画始めて、そろそろね、もう一個表現方法を増やそうかなと思ってたところなんで、ちょうどそれに合うカメラをね見つけて買ったんですけど、まあこれに関してはね、徐々に見ながら、これをメインでね持ってきながら、今日もね、面白くて深く楽しい話を聞きながら動画を見ていただこうと思います。そんな感じで、私が新しく手に入れた表現方法というのはね、ハイスピードカメラというかね、ハイスピード動画にねすごい強いカメラなんですよね。まあ、ご覧の通りね、スロー再生はねとっても、滑らかで美しく撮れるってことでね、 1000fps ともなるとね、まあちょっと普段肉眼で見れない生命の神秘までちょっと覗けちゃうっていう感じですかね。それと、まあ、連写もね、連写写真も面白くて、これつなげるとね、また、変わった動画にすることができるので、そんなのも楽しんでください。まあ、これでしか表現できない世界っていうのもあるので、今日はね、それをね、皆さんにお届けしようかなと思います。すごいんですよ、連写が。まあ、そんな感じでね、まあ、おいおい説明しながらやっていきます。そんな感じで、新しいカメラをね手に入れた場合ってね、大抵ね電車を撮りに行くっていうのが、まあ、定番なんですよね。まあ手軽に動く被写体であってくれるっていうことと、長さがあるっていうことでね、まあいろんな意味でカメラの性能を試すにはちょうどいい被写体なんですよね。決してね、撮り鉄ってわけではないです。はい、まあ撮り鉄の方を否定してるわけじゃないんですが、なんか電車の写真自体がっていうことではないです。はい、ただやっぱりなんだろう、今回ねハイスピードカメラということでね、撮るにはねやっぱり面白い被写体だなと思いますね。はい、まあ、そんな宝物が増えた私なんですが、まあね、このカメラ機材宝なんですけど今。それよりも何よりもね、結局なんだろう、作っても見てくれる人がいなきゃどうにもなんないということで、ちょっとずつではありますが閲覧数が上がってきてるということで、そのね見てくださる皆さんが一番宝物なんですが、このカメラね、実はねちょっとそうですね、昔ね結構憧れてたカメラでありましてね、まあ、前回光の進む様を人間はちょっと捉えることができたと。で、10兆フレーム、まあ、10兆 FPS ということになるんですが、フレームの、カメラで捉えることができたと。まあ、そのね、話もね、まあ、今回の、このカメラでイメージしやすいかなという意味もあって、今回ね、これネタとしてもいいか、みたいな感じで買いました。はい。で、そうね、ただ残念なことにね、これね結構探したんですけど、今もうこのシリーズこの系譜がもうないです。はい、もうカシオさんがカメラ事業から撤退してかなり経つので、まあ市販されてるねハイスピードカメラの中でもやっぱりなかなかやっぱり1000フレームっていうのはね、今ないなって感じなんですよね。まあでもね、運よくその古い機種だけど手に入れることがねできたのでね、まあ私はね生かしていこうと思います。はい、まあね、ちなみになんですけど、もうハンディカメラでも 4K 撮れちゃうし、アクションカメラでも 4K、 もうそうね、モニターが追いつかないぐらい高解像度の映像を撮れるんですが、なんでその一眼で撮るかっていうと、もう表現方法が全然違うんですよね。まあ大きく言うと、そうね、フォーカスがあるかないか。だいたいね、その CMOS のそのハンディカメラって
全部にピント合うんですよ。全部くっきり映っちゃうんですよ。で逆に言うと、レンズがついてるカメラってフォーカスがあったとこしか見えないっていうね、その遠近感っていうのがね面白くて、みんな一眼で動画撮るんですよね。まあこれ絵画で言うとね、ルノワールみたいな感じルノワールの背景ってわざとぼかして描いてるんですよね。で被写体だけくっきり描くみたいな。もっと言うとクリムとか、まあクリムとね顔だけすごいみたいなあとなんかもうおもちゃみたいな背景みたいなね、そんな感じで、逆にその被写体をなんか際立たせるっていう効果あるじゃないですか。もっとね、昔はその前はもうラファエル前期後期とかっていうのはもう全部絵の隅から隅まで全部美しいんですよ。もう全部描写されてて、花びら一枚一枚まですごいみたいな。でもちょっとそうね、印象派って言われる人たちの芸術って被写体を浮かせるために背景わざとぼかすみたいな、ね、まあ、カメラで言うとそういう表現ができるのが一眼だったりネオ一眼だったりするってことなんですけどね。そしてね、そもそもねこのネオ一眼レフカメラって何なのって感じなんですが、これね本当日本が勢いあった時のなんか代名詞みたいな感じなんですよね。はい、なんか各社本当にいろいろな個性的なネオ一眼レフカメラというジャンルのねカメラをね出した時代があったんですが、まあ今アクションカメラのが主流っていうこともあり、今はもう本当に全然少なくなっちゃいましたね。まあさらにねもう本当に長きにわたってねやっぱり不景気っていうことがねやっぱりあるんだと思いますね。はい、まあねちょうど今ね選挙戦でいろんな党がねいろんなことをおっしゃってますが、本当にね基本的にねもう根本的なところをね変えていかないとなかなか表面的なところじゃなーみたいな感じですよね。こんな感じでね今日はね、カメラのね、映像を見てもらいながら、ちょっと選挙のことを話そうかな。まあ、選挙というか選挙じゃないです、イデオロギーについてね、まあ、私個人のね政策についてね話そうかなと思ってます。はい、そもそもまあね消費税なくそうとかほにゃららぶっ壊そうとか、憲法9条絶対守るんだとか、もう皆さん言ってるベクトルが違いすぎてもうだって比べようがないじゃないですか。全然もうねそれはそれだしこれはこれだしこれはこれでしょうみたいな、な感じの、その、討論にもならないですよね。例えば、チェックシートがあって、これについてどう思いますか、これについてどう思いますかっていうような形の選挙だったら、それ全部ね、比較できると思うんですけど、これ全然違うベクトルの話が、ね、まあ、優劣をつけなきゃいけないっていう、これね、もうね、もう日本のね、本当にダメなところをね、これ1個で解決するっていうね秘策があるんですよね。まあこれ今日ちょっと満を持してね言っちゃおうかなと。まあね今回ね良くも悪くもこれだけ注目された選挙は今までなかったと。で良くも悪くもこんなに踏み込んだ話ね話題が出る選挙もなかったってことね。だったら俺もちょっと踏み込んだ話しちゃえるかなそろそろっていう感じで、話したいと思うんですがまあねもちろんね、話すぞボケとかそういうことじゃないです。はい、全然本当に、まあ美しい話だと思うので聞いてみてください。はい、でもねこれねなんだろう、今あるね、世の中の問題、政治の問題すべて抜本的にね解決できちゃう案があるんですよね。まあ、これどんな政治アナリストとかまあね何々党の誰々さんもすごいことみんな言ってるんですが、これ誰もここに気づかない、どうしてって思っちゃうところがあるんですよ。なんだと思いますみたいな、その原因全部それはねズバリ言うわよ、本当に言うわよって感じなんですが、
はい、予算が、まあ、決まってるっていうことなんですよね、結局のところ。それどういうことかっていうと、まあ、例えば新しい法案とか新しい何かを作ろうと思った時に、その法案とプラス財源を決めなきゃいけないと、先になんでってなるじゃないですか。それを逆に言うとね、まあ、公約でなんかいろいろ言ってる人がいても、それ実現できないよねっていう、その人間的な力も見られちゃうわけですよね。あとはね、公約マニフェストがそのね、当選した後もそれ維持できるのかどうなのかっていうところも見られちゃうわけで、結局それって人の力の強さ弱さで、言ってることよりもその野球の応援みたいなね、強い人が応援だとか弱いからダメだっていうところになっちゃうと、だからそれも結局全部が予算の財源が決まってるっていうところなんですよ。つまりどういうことかっていうと、ある程度、まあ全部とは言いませんけど、一本化する財源を一個決めとくと、で新しい、ね、案があった時に柔軟に対応できる予算がある程度確保されてるっていう形にしないとダメなんですよ。はい、うん、ということはね、どういうことかっていうと、そうね、それこそが純粋に、そう、政策に対して一票投じることができるようになるのはそこになっちゃうと、うん、財源どうすんだって ならない、そこを割り当てればいいじゃん。でこれがね、もしできた時はね、もうとてつもなくいいことばっかりなんですよ。なぜかっていうとね、まあこれに対して、まあ例えば道路に対したら、このここから予算が割り当てられますっていうふうに決まってるとするならば、その予算って使い切んなきゃいけないでしょ、うん、だからどんどん税金って上がるわけよ。うん、だって使い切ったらまた今度もうちょっと来年は次にもうちょっとお金、ね、請求できますみたいなねことになってっちゃって、で財源がどんどん膨らんでっちゃうか、それ補填するために我々税金払わなきゃいけないということになっちゃうんだけど、うん、そのね、ある程度、まあもちろんね、国防とか、うん、国会運営とかそういう部分はもちろん必要な部分は確保するにあしても、うん、自由に動かせる財源があって、その中で新しい抜本的なね政策に対して自由に動かせる部分がないと、これ意味ないです、何も変わんないです。そこが変わんないと何も変わんないですよ。言ってる意味わかるかな。まあ、例えばね、うん、まあみんなから集金しますよね、税金という形でね。それでも集金したはいいけど、全部封筒に小分けになってるんですよ。でこれはもうお母さんがいるみたいにね、でこれはこれ何々に使いなさい、そのお月謝の封筒ですって、これは何々に使いなさい、これの封筒ですっていう風に全部細かく区切られてるから、自分自身で何も選べない状態っていうのは我々ってことなんですよね。それ変わらないよね、それ、うん、いいよって、お小遣いないのよ。つまりここ自由に使っていいよっていう財源、自由に使える財源がないと新しいものにもう急速に対応できないというところが、本当に誰もどんな政治アナリストも気づいてないところで、それやりましょうよってこと。財源、何かを通すために財源決めなきゃダメだもん、それくだらねえよ。母ちゃんに管理されてるレールの上でしかないから、それ自由に使うお小遣いの部分作りましょうよっていうところ。そしてね、これがね、もし実現できたとするなら、さらなるもう一個いい点があるんですよ。まあそれはね、どういうことかっていうと、まあ我々がね、なかなか選挙に足が向かない、まあ今回はちょっと別ですが、向かなかった原因っていうのは、結局負ける投票って無効票と同じじゃないですか。ないのと同じになっちゃうと、まあね、反映されないわけで、なんですか、これまあいろいろ政策に対して票が入れれるようになるとするならば、そのパーセンテージ出せばいいじゃんみたいな、うん、例えばこれだって 30% ぐらいはこれあったよ、票集まったよって言ったら、その自由な財源だから 30% 割り当てればいいじゃん、それ無効票ないじゃんって感じね。でこれをすごい今回票集まったら、ここに一番財源割きましょうよっていう風に、本当に自由に、できるとするならば、急速に読むのが良くなるんだよね。
これ本当すごい画期的すぎて、もう今までのルールぶち壊してる理論なんだけど、うん、そうね、効率で考えたらこれやっちゃえばよくないみたいな、どうすかねこれ。まあ、そしてねこれね、やっとね今の時代だからこそできる案なんですよね。まあスパコンなりね、量子コンピューターなり、数字もうどんだけ凶悪な数字でも瞬間的にもう答えを出すことができる計算処理能力、これもう持ってるわけだから、一回その税金を一本化して、その中からね逆算なんですよ、逆にそこから割り当てていくっていう形にすると全てがね丸くなっちゃうんだな。ということで後半もやってまいりたいと思うんですが、今日ねあの編集してるのが実は7月7日七夕ということでね、ちょっと政治的なことをね触れさせてもらった動画を編集してたんですが、まあ皆さんご存知の通りね、歴史的な事件で、安倍元総理が亡くなったということでね、今日ねあのこの動画を安倍元総理と、まあ、そのご家族にね捧げる動画にしたいなと思って、今日はねあの暴力には暴力や迫害には負けないということを意味を込めてね、ちょっとねその歴史の見方をちょっと変えた見方というのを皆さんにお伝えしたいと思います。はい、というのがね、どういうことかというと、今ね世の中で一番普及している言語っていうのは英語じゃないですか。まあ、これはね、一番世の中の公用語というふうになってるっていうことはどういうことか、まあそれこそが実はそのアブラハム契約からなることだというふうになってるんですよね。まあそれね簡単に言いますと、まあ、紀元前2000年初頭に、神に選ばれたヘブライ人アブラハムがカナンの地を与えられたと、見渡す限りの地を与えられた、そのアブラハムの子孫を私は愛するし、そのアブラハムの子孫を呪ったものを私が呪うという、まあ、簡単に言っちゃうとこれがずっと紀元前2000年初頭から今までずっと、まあ、これからもその契約がね果たされ続けていくっていう歴史の見方なんですよね。はい、まあ、それどういうことかというと、そうですね、カナンの地というのは実はイスラエルのことでありまして、アブラハムというのはつまりユダヤ民族のことを指していると言われておりまして、まあ、このねユダヤ人を寵愛した国とか団体とかが非常に飛躍する傾向にあるっていうことをね、もうまさにねその通りで、そして、まあ、そのね英語が飛躍したきっかけもまさにユダヤ人だったという話なんですよね。まあそもそもねあのカナンの地を与えられたんですが、その嫉妬からねすぐに奪われてしまうと、まあそれによりねユダヤ人というのは、およそ70年ぐらい前まで、イスラエルというね、まあ国を持ってなかった、まあその心の中にはずっとあったんですが、その国としてイスラエルを持ってない、つまりはどこの国いろんな国に散り散りになっていてもユダヤ人はねユダヤ民族として生き続けてきたっていうね、その不思議な民族なんですが、つまりそれはどういうことかっていうと、どこの国でもどこの国に行ってもよそ者扱いされると、で本当に歴史の中では非常に迫害を受けたり暴力を受けたりというね、悲惨な歴史がいろいろあったんですが、まあ、それでも神はその民族を愛しますっていう契約に成り立ってるっていうことなんですよね。まあね、それねちょうど英語がこれだけ、飛躍したきっかけになったのがスエズ運河ね、大英帝国が取ったっていうことがね一番大きいって言われてまして、それは今、まあ、ちょっと前もね海賊騒ぎが非常に多かったね中東とアフリカの運河に人工的に船が通れる運河を作ったのがスエズ運河なんですが、
そのね、あのイギリスとフランスが非常にあまあバチバチで、戦ってた、その当時、大航海時代ね、スエズ運河を取ったイギリスが結局世界のあまあね眠らない、うん、大英帝国を作った、つまり世界の裏側まで自分たちの植民地を広げることができて、英語がこれだけ普及したっていうことになるんですが、うん、この時の実は、大統領がベンジャミン・ディスレリーさん、まあ、つまりディスレリーっていう方は、ディ・イスラエリーという意味でまさしくユダヤ人の名前そのものなんですが、まあね、よそ者であるユダヤ人を大統領に据えたこの時のイギリスがとても飛躍したっていうことになるんですよね。まあそのユダヤ人っていうのは科学の分野や芸術の分野などでは結構飛躍しますが、政治の分野ではなかなかまあ有名になったり活躍することができない、まあつまりそれはやっぱりどこの国でもよそ者扱いされてしまうからということなんですが、逆に言うとね、うん、どこの国でも迫害されるってことは、どこの国にいても客観的に物事を見て、その能力や思想とか、まあその頭がいいので、その知恵でね乗り切ってきたという至難の技が実は国を持たないで、ユダヤ人はユダヤ人ということをアイデンティティを保ち続けたっていうことになるんですよね。うん、まあ、これでね、そう、この時にもしスエズ運河がイギリスのものになってなければ、これだけ英語は普及してなかったってことになっておりまして、でこの時ちょうどそのきっかけになったチャンスが訪れたんですが、その時にね、実は、イギリス議会が休みだった。その時の法律でイギリスは議会が休みの時は大英銀行も出資もできないというピンチの時に、逆にトライしたらフランスが公用語になってたというタイミングなんですよ。実はその時にこのベンジャミン・ディスレリーさんは個人的に融資を受けて、個人的にそのスエズ運河の権利を得たと、それこそがイギリスのまあ大躍進になったっていう話なんですよね。まあね、これね、本当にね、迫害を受けたり、しているユダヤ人なんですが、やっぱりその知恵は本当にすごくて、その知恵をね、やっぱり寵愛した国とか企業とか、団体がね、非常にやっぱり飛躍しますということですよね。まあ、その後ね、ベンジャミンさんの後はまたちょっと、はい、ユダヤ的な思想に戻ったイギリスは普通に戻り、ユダヤ人を寵愛したアメリカがその後、これ世界の覇権を取ったっていう、もう本当まさに、こうやって大きな目で見るとね、アブラハム契約っていうのは本当に、今もずっとあり続けてるっていうのが、まあ一方の歴史の見方ということで、本当に、知恵しかないです。はい、そして日本これから本当にね、良くしていこうよという意味を持って、暴力とかね、迫害とかね、そんなことでは変えられねえんだということをね、言ってね、今日ね、終わりにしたいかなと思います。はい。